これより第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わり、広島失礼しました、山口大学相手陣44ヤードからファーストダウン10の状況で試合再開です。さあ中央でのペアを選択しました。しかしここでプレーの終了の段階を確認していますが、ここでのボールのファンブルは発生していません。キャリアのダウンは先と判定されました。したがって約6ヤードのゲイン。キャリアは山口大学99番のウコン、山口高校出身の1年生。山口大学相手陣38ヤードからセカンドダウン4。広島大学73番がキュービーサック、投じる前に約6ヤードロストしました。クォーターバック決めましたのは広島大学73番の川上、高梨市高校出身の2年生。山口大学サードダウン10、ボールオンは自陣44ヤード。ここでロングパスを取りました。クォーターバック4番、ターゲットは3番でしたがディフェンスカバーされ、これはパス不成功となりました。ダウン1つ失い、山口大学フォースダウンとなります。山口大学フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。このパントは転がりよく広島大学陣15ヤード付近でアウトバーンズ。この1台の攻守交代となります。7番桑野選手のパント攻守交代して広島大学の陣20ヤード付近からファーストダウンです。広島大学自陣18ヤードからファーストダウン10。山口大学ナイスディフェンス。ハンドオフェイからクォーターバック16番自らキープ図りましたが、これを山口大99番が見事に対応しノーゲインとしました。広島大学クォーターバック16番は太田、タックルしました。山口大学99番はウコン、ウコン中央をつけました。続いては20ヤード付近から広島大学自陣18ヤードからセカンドダウン10。ナイスペース。先ほどから好調なランニング枠29番にボールを託しましたが、これを山口大学71番が見事にチャージを仕掛けまして、このランプレー約3ヤードで止めています。そうタックルしました。山口大学71番は小川、長崎南高校出身の4回生チームキャプテンです。広島大学サードダウン7。
これは山口大学見事に対応しました。オプションプレーによりランニング枠21番にピッチし、29番一気に展開しようとしましたが、これを山口大学99番が対応しまして、攻撃権更新には至らせておりません。フォースダウンと変わります。広島大学パントフォーメーションを敷きます。このパント転がりよく相手陣、山口大学陣の40ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点での攻守交代となります。失礼しました。このボールもかなり、さらに広島大学陣手前あたりで一旦選手が触れておりました。この触れた時点での攻守交代という形になります。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。続きまして山口大学敵陣40ヤード付近からパントダウン、残り1ヤードです。さあ試合再開となります。攻撃権は山口大学、ボールオン相手陣42ヤードから山口大学ファーストダウン10。さあ長いハドル解けまして山口大学攻撃に入ります。ここで山口大学パスプレーによりまずこの状況を打開を図りましたが、このパスを広島大学ディフェンスラインが見事にパスカット、パス不成功としました。山口大学相手陣42ヤードからセカンドアウト。クォーターバック4番、今度は中に入ってきたワイドレシーバー7番にパスを通しまして攻撃権更新としました。山口大学ファースター30ヤード付近からファーストダウン、残り10ヤードです。山口大学相手陣28ヤード地点からのファーストダウン10。ここでホイッスル。ここで山口大学後半1回目のタイムアウトを取ります。山口大学後半1回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることになります。タイムアウトは一旦ハーフタイムが入りましたことによりリセットされています。したがって後半双方ともに3回ずつタイムアウトは配布されています。その1回目を山口大学取りました。さあ試合再開となります。山口大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。
さあキャッチアンドを図る。これは広島大学ディフェンスカバーしています。ワイドレシーバー3番キャッチアンドを図るショートパスを取りまして、そこから前進を図りましたが、しかしこれは広島大学50番が対応しまして、ゲイン約6ヤードに抑えています。広島大学50番は中村別府鶴見ヶ丘高校出身の4回生チームキャプテンです。山口大学セカンドダウン4、ボールオンは相手陣22ヤード。さあ再び外へ振る。山口大学ファースター、クォーターワイドレシーバー3番ピッチパスをキャッチアンドラン、相手ディフェンス群がる中見事なステップワークで攻撃権更新としました。山口大学ファースター取りました。3番は三木、新宮高校出身の4回生。15ヤード付近からファーストダウン残り10ヤードです。山口大学相手陣12ヤードからファーストダウンテイ。中央へダンフェハンドを振りました。キャリア99番、相手ディフェンスの間を抜くようにそのまま一気に中央突破、攻撃権更新としました。山口大学ファースター、そして山口大学ファーストアンドゥーゴール残り2ヤードの状況に入ります。ここで山口大学のセンター間パスプレー、クォーターバック4番、一番外にいたワイドレシーバー7番にパスを通し、7番エンドゾーンでキャッチ、見事タッチダウンとし山口大学6点獲得。そしてトライフォーポイント、キックと見せかけそこからプレーを選択しました。このフェイクプレー見事に決まりまして山口大学2点獲得し、山口大学18点、広島大学10点、その差8点といたしました。この1点大側になります。広島大学に大きなプレッシャーとなります。試合時間残り5分を切りました段階で山口大学ここでさらにリードを奪うタッチダウンを決めました。さらに2ポイントコンバージョンも成功。この8点差、広島大学追いつくことができるでしょうか。その反撃が間もなく始まります。さあ広島大リターンに入りますが、ここでボールをジャグル、しかしリターン試みます。このリターンは広島陣二遊間の付近でボールで整いました。広島大学のリターンは16番太田選手のリターン、広島大学二遊間の付近からファーストダウンです。リターナーはクォーターバックの16番太田でした。さあ自陣20ヤードから広島大学ファーストアンテンの攻撃に入ります。エンドゾーンまで残り80ヤード。
さあ中央のランプレーを選択するが、これを山口大学ディフェンスライン71番と、そして3番がカバーし、このランプレーによるゲインをゼロといたしました。ここへ来て山口大ディフェンス陣にも活気があります。ディフェンスラインマン、先ほどタックルしましたが71番の小川、長崎南高校出身の4回生チームキャプテンです。広島大学セカンドダウン10、パス不成功。ここでプレイアクションランプレーフェイクのパスを投じましたが、これを山口大学パスカットし、パス不成功としています。攻撃権広島大学一つ失い、サードダウンに入ります。広島大学自陣20ヤードからサードダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック16番ランニングバック29番がパスコースに出たところを見計らいパスを投じましたが、これが29番キャッチできませんでした。パス不成功となりフォースダウンと変わります。広島大学自陣20ヤードからフォースダウン点、プレー選択です。ギャンブル。この10ヤード取れないと攻守交代になります。失礼しました、パントフォーメーションを選択しました。このバントは山口大学陣40ヤードを超えたところでボールデッドとなり攻守交代となります。試合時間は残り3分42秒となっています。ここで負傷者発生によるタイムアウトが取られています。多くの方々の応援メッセージありがとうございます。山口大学ボード部の方、そしてこの子様、猫茶様、北田様、メッセージありがとうございます。さあそして山口大学の攻撃に入ります。ボールオン自陣38ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプレーです。キャリア99番見事攻撃権更新となりますランプレーを決めました。いや失礼しました、約9ヤードの前進です。中央金を引きました。相手は負傷者発生のために一旦試合が止まります。45ヤード付近からセカンドダウン、見事なランを決めましたのは山口大学99番のウコン、山口高校出身の1年生です。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合時計が回り続けます。攻撃が有利、得点をリードしているチームはこのルールを生かしできる限り中で時計をプレーを終え時計を回す形で時間を消化することが求められます。対して負けているチームはできる限り時間を使わず外へ出る、あるいは前パスを使い有効に効果的にプレーを行うことにより反撃に出ます。この残り時間をかけての戦いが今始まっています。山口大学セカンドダウン残り1ヤード。山口大学ファースト
何枠99番ハンドオフを受け、そこから右奥に展開して攻撃権更新ファーストダウン。しかも中で倒れているため時計は回り続けます。山口大学相手陣48ヤードからファーストダウン点。試合時間残り間もなく2分30秒を切ります。クォーターバック4番、ここでパスプレーに出ました。ワイドレシーバー81番これをキャッチしまして約6ヤードのゲイン。ここでホイッスル。81番木下選手へのパスは成功。敵陣40ヤード付近からセカンドダウン。チーム大丈夫です。木下大学。ここで広島大学が後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほど山口大学はパスプレーを選択しました。相手の裏を突く形でパスプレーは効果的ですが、しかしパス失敗ですとここで時計が止まります。このリスクを承知であえてパスを展開しました。これによる攻撃権更新を止めたいと広島大学、ここで守備の段階でタイムアウトを取ります。試合終了まで残り2分となりました。広島大後半1回目のタイムアウトを消化しました。山口大学相手陣43ヤードからセカンドダウン4。試合時間残り2分9秒。山口大学ファーストダウン、なんとパスプレーにより攻撃権更新といたしました。ここでホイッスル。4番中田選手から81番、ワイドレシーバー、木下選手のパスが成功。敵陣35ヤード付近から広島大、ここで後半2回目のタイムアウトを使います。後半2回目です。広島大学がなんと山口大、ここでパスプレーを続けました。結果的に相手ディフェンスのプレッシャーをかわすような形で攻撃権更新となっています。広島大学なんとか反撃の残り時間を確保したく、ここでタイムアウトを使い、なんとこの攻撃を断ち切る考えです。さあ、それに対して山口大どのように攻めるでしょうか。相手陣36ヤードからファーストダウン10。試合時間残り2分2秒。99番トスを受けて右オープンへのランプレー。相手タックルを弾き飛ばし約3ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。レフリータイムアウト。負傷者の方のタイムアウト。失礼しました。先ほどダウンインジケーターに誤りがありました。先ほどのプレーはファーストダウン10からの状況でした。ランプレーにより約3ヤードゲインとなりまして、次のプレーはセカンドダウン7となります。現在は負傷者発生によるレフェリータイムアウトが取られています。チーム大ライト広島大、広島大ここで後半最後のタイムアウトを使います。広島大学後半3回目のタイムアウトです。さあ、この最後のタイムアウト実るでしょうか。広島大学試合再開となります。ボールオン相手陣39ヤードから山口大学セカンドダウン7。
クォーターバック4番ビーズからボールを持ち込みました。プレーに乱れがあった模様で約3ヤードロスという形になっています。しかし中で倒れているため時計が回り続けます。前半残り時間まもなく1分30秒を切ります。山口大学相手陣42ヤードからサードダウン11。ここでスナップが乱れました。あわやボールを失うかというところでしたが、これは自ら抑えています。しかし結果的に約3ヤードロスという形になりまして、フォースダウンになります。が中で倒れているため時計が回り続けます。まもなく試合時間残り1分を切ります。敵陣40ヤードセンターフォースダウン残り12ヤードです。山口大学フォースダウン14パン、フォースダウン13に訂正します。パントフォーメーションを選択します。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバック、タッチバックとなったことにより広島大学自陣20ヤードからの攻撃と変わります。さあ広島大学自陣20ヤードから残り26秒を使っての反撃に入ります。エンドゾーンまで残り80ヤード、広島大学ファーストアンテ。ここで山口大学が後半2回目のタイムアウトを取ります。山口大学後半2回目のタイムアウトです。この残り26秒をいかにして守るか、ここで一旦ディフェンス陣が打ち合わせをするためのタイムアウトを取りました。真子さんはメッセージありがとうございます。山口大学は1年生の選手も多数含まれており、試合経験乏しい中緊張は確かにあると思います。しかしこの26秒果たしてどのような攻防になりますでしょうか。まもなく試合再開です。またさあここでスクリーンパスを通しましたが、これを山口さん見事にカバーしています。プレーが継続し時計は回ります。広島大セカンドダウン、ここでパスを叩きつけ一旦時計を止めます。試合時間残り7秒で一旦時計を止めました。しかし結果的にサードダウン3回目の攻撃になります。広島大学サードダウンテボールオン自陣20ヤード試合時間残り7秒。ここでロングパスを通しましたが、このパスは失敗です。試合時間残り2秒で止まりましてフォースダウンに入ります。広島大学フォースダウン10、試合時間残り2秒。
ド成功。優勝大学のクォーターバック16番太田選手からレシーバー13番。そしてここで試合時間長くなりました。ボールは試合終了です。試合終了となりまして、広島大学10点、山口大学18点で山口大学ギャンブラーズの勝利となりました。これにより決勝トーナメント決勝戦に進出するのは山口大学ギャンブラーズとなります。両チーム素晴らしい戦いでしたが、この一戦を制しましたのは山口大学でした。効果的なパスプレー、そして鮮やかにその裏をつくランプレーが決まり、見事この試合を制することができました。山口大学おめでとうございます。試合終了です。ご覧いただきましたように、山口大学18点、広島大学10点で、山口大学の勝利です。になります。しかし長く中四国を牽引してきたこの強豪チーム、ここで終わらない形で最終節を迎えていただきたいものです。見事な戦いでした。ナイスゲームです。そして山口大学は今季一部復帰、その初年度にして甲子園ボールトーナメント決勝戦進出という偉業を成し遂げました。この結果が最終節の決勝戦においてどのように生かされるか、非常に面白い形になります。両チームとも素晴らしい戦いでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固めナミール教徒たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で高校で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだそのものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今も続いているこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑みきれなかったこの世界の物語を、私はこの世界も愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの世界の物語を楽しみにしつつ、一旦この配信は終わらせていただきます。このサイトチャンネル配信を変えまして、再び次に行われます愛媛大学対島根大学の一戦を配信させていただきます。本日の配信は中四国学生アメリカンフットボール協会の承認を得まして実現いたしました。その配信を行いましたのは私道楽屋でした。それでは失礼いたします。